インターステラテクノロジーズは誰もが宇宙に届く未来を作るというビジョンを掲げ、低価格で便利な宇宙送サービスを提供することで宇宙産業拡大に貢献することを目指すスタートアップ企業です。北海道大樹町に本社を置き、東京支社と福島支社、室蘭技術研究所の4拠点で開発を進めています。観測ロケットモモでこれまでに計3回国内民間企業単独として初めてかつ唯一の宇宙空間到達を達成、次世代機となる小型人工衛星打ち上げロケットゼロの開発を本格化させています。インターステラテクノロジーズでは燃焼実験であったり商業ロケットの打ち上げを行う指令所と、あとそれを実際に行う燃焼試験場までの距離が約7キロ離れています。この間で常に密にコミュニケーションを取りながら打ち上げの手順であったり実験の手順というものを進めていく必要があります。これまではトランシーバーを使用していました。ところがやはりノイズであったりとか遅延が発生しまして、コミュニケーションによって騒音が生じるようなこともありましたので、それを改善するために信頼性の高いコミュニケーションシステムが必要であるというふうに考えました。また映像システムに関しても IP の普通のカメラを使っていたんですけれども、遅延だったり映像の品質が問題になることがありました。これを解決する手段を当時探していました。リーデール社の製品がフォーミュラ1をはじめとする大きなイベントで使われていることを知りまして、有線と無線のソリューションを一体で提供しているということが特に我々の抱えている問題にぴったり合うというふうに考えました。宇宙業界というところで人の命に直結してしまうプレッシャーがかかる案件だったんですけども、私としても初めての業界へのチャレンジというところで、ぜひともご協力させていただきたい案件だと思いました。I was very excited and very surprised initially. It's an innovative company that explores space. They have a lot of mission critical requirements. 100% reliability in terms of communication. Through the efforts of our partners, we've come to a really good solution that simplified their workflows and made their entire operation really world class in terms of communication, safety, and monitoring.Through and through. It's been a really great experience. コミュニケーションツールと、あと映像伝送という2つの製品をご提案させていただきました。アーティスト1024とボレノのシステムを活用することによって、音声がクリアに相互でお話ができるようになりましたし、映像の方もですね、フュージョンを活用することによって遅延もほとんど感じることもなく見ることができるようになりました。双方向通信ですので、例えば指示を出して帰ってくるまでまた待つみたいな、そういう時間が低減されてますので、通信時間が減ってるんで作業時間がガッと圧縮されたのがすごいやりやすいかなと思ってます。素晴らしく扱いやすくていいですね。かっこいいですね。これかっこいい、かっこいいあとは狭いところとか入っていくんですけど、ぶつけても壊れてないですし、あと冬場はマイナス15度ぐらいになるんですけど、それでも全然ちゃんと動くので、堅牢性とかすごいと思います。こちらのスマートパネルを全体と通話したいときはこちらの赤色、車上全体に声を届けたいときとかはこの青色です。そういった形で色分けをしています。直感的に使うことができるので非常に満足しております。試験場と指令所の間のコミュニケーションも大変円滑に取れるようになりました。このように、信頼性が高くて使いやすくて、さらに将来的に拡張性も高いシステムを導入することができたのが大変我々にとっても良かったなというふうに考えています。今後、指令所であるとか実験場のシステムというのは、ゼロの実際の打ち上げ、商用の打ち上げ運用に向けて拡張を続けていきます。この場合に、ゼロの打ち上げの当然オペレーションだけではなくて、衛星事業者様もそのシステムを使っていただくことになります。この時に、リーデル社の高信頼で高品質ですねな、システムというのはお客様の信頼を得ることにもつながるというふうに我々の方では考えています。